レスラー、実業家、元国際プロレス社長、岡山県出身、早稲田大学レスリング部出身。1952年に東洋製校に入社し、同年に開催された東北三県国体を目指して、日本橋な庭町にあった日本プロレスセンターに通い詰める。1953年に力道山に口説かれて日本プロレスに入門して、 プロレスラーとして活動した。1956年10月24日には、新設された、日本ライトヘビー級王座の、決定トーナメント決勝戦で、吉野里純造と戦うものの0から2で敗退。後にカオルの里の王座返上を受けて1960年10月19日に、行われた、決定戦で、大坪清高を破り、第2代日本ライトヘビー級王者となる。 ただし、カオルンの里も吉原もほとんど防衛戦をやっていないので、王者としての印象は薄い。現役時代の18番技はザワ、コブラツイストであった。後に、フロントに転じて、取締役営業部長となるが、力道山の死後の日本プロレスの経営をめぐり遠藤、高吉らと対立し1966年10月に、同社を退社力パレスが、 多重に抵当を設定されていたためそれを買い取るために、スポンサーを連れてきたが、遠藤らは会社を吉原に牛じられるのではないかと、危惧し、結局買収は、失敗に終わった。ちょうどその頃日本に戻っていた、広松田をエースに縦国際プロレスを設立した。以後の活動については、国際プロレスの功を参照。TBS と東京12チャンネルで放送された、 国際プロレス中継では解説者として放送席にも座り、辛口の評論で知られていた。もともとレスリング出身という経歴のため、日本レスリング協会、中でも第三大会長の八田一郎とのつながりがあり、八田の人脈を通じて国際プロレスで初来日した選手も多く、ビル・ロビンソン、モンスター・ロシモフなど、後にブレイクした選手も少なくない。 ロビンソン、ロシモフ、ジョージ・ゴーディエンコ、ホースト・ホフマンといったヨーロッパの競合が数多く来日し、日本プロレスのアメリカルートとは一味違ったレスリングをファンに提供したのも大きな功績である。アワの帝王であったバーンガニアを招平するなど、日本プロレスとは違うアプローチで団体の色を見せた。吉原は、 アメリカンスタイルではなくヨーロッパスタイルのプロレスを目指していたとされており、その背景の一つとして、ヨーロッパには豊富な人材がありやすいギャラで参戦させることができるというものがあった。また、トップ団体の日本プロレスに対抗するため、文書による選手契約の導入、金網デスマッチ、選手入場のテーマ曲など会場での BGM。 総当たりリーグ戦でのバッドマークシステムなど数々の新規軸を暗出し、その中には近年のプロレス界で広く受け入れられているものも多く存在する。1970年には NWA に加盟を申請したが、日本プロレスの妨害により加盟できなかったほか、1973年には国際プロレス、新日本プロレス、 全日本プロレスの3団体が共存共栄を図るべく日本プロレスリング協会の設立を提案したことがある。ビッグサマーシリーズの最終戦が行われた1973年7月15日から第5回わワールドシリーズ開幕戦が行われた9月8日までの54日間のオフにはすでに引退していた吉原が リングに上がって試合をしたという幻の非公式、巡業、通称、合宿シリーズが行われた。この巡業は、吉原が人間ドックで運動不足を指摘されて、ショックを受けたことにより行われたとされており、この頃の吉原は、選手とボーリング大会を開くなど、積極的に運動をしていた。国際プロレスは1981年8月9日に、 工業を停止し、同年9月30日に消滅したため、国際プロレス解散後は、保険会社のセールスマンに転身したが、1984年2月に、異潰瘍で入院。同年7月から新日本プロレスの顧問に就任したと同時に、プロレス界に復帰したが、1985年6月10日、胃がんのため死去。55歳だった。 葬儀の際、国際出身者代表として、ラッシャー木村が長字を読み上げ、木村は、我々はバラバラになってしまいましたが、国際プロレス精神を忘れずに戦っていきますと、読み上げた。墓所は、岩手県北上市にある。ABCDEF、忘れ字の国際プロレス P66P67。P 67 忘れ字の国際プロレス P108、日本プロレス史の目撃者が語る真相。シーマ・ヒサシの我、れ、未だ戦場にあり。シシのマキ P48、日本プロレス史の目撃者が語る真相。シーマ・ヒサシの我、れ、未だ戦場にあり。シシのマキ P49、日本プロレス事件史、ボリューム 8P71P75G スピリッツ。 ボリューム 42P5455 実録国際プロレス P459P460ABC 忘れ字の国際プロレス P63 忘れ字の国際プロレス P71 忘れ字の国際プロレス P107 忘れ字の国際プロレス P13 忘れ字の国際プロレス P17 日本プロレス事件史ボリューム 10P71P75 忘れ字の国際プロレス P69 ありがとうございます。